おはようございます。3日目の朝ですね。早起きは得しかないですね。これ今日も滑る3日目。ハイエースゾーンでございます。あ、横浜の方なんだ。通りで知ってくれてるわけだ。視聴者さんでした。お声掛けありがとう。デイ3、今日は APPI アッピ高原スキー場。いやパウダーはないけど与えられた状況環境を 120% 楽しむ。行くぞ。あー、何年ぶり？6年ぶり。おー、6年ぶり。6年ぶりのアッピです。ここアッピでも天然パーマは大人気。よしみんな、1本目いくぞ。見ろこの景色、最高だぜ。アッピ1本目 Here we go。 みんな、めちゃくちゃ気持ちよかったぞ。イエーイ。1本目これ何キロ？ 4 キロ？ 5 キロ？すごいロングコース滑り切ったぜ。小鳥さん？はい。いかがでしたか？よかったね。葵さん、はい、今の1本いかがでしたか？よかった。よかった。意外で答えんかい。スピード速くて気持ちかった。いやー、すごいスピードだったね。最高。それでは2本目行きましょう。怪我しないように。ランチタイム、ランチタイム、ランチタイム。めっちゃ広いフードコート。何食べようかな。ネイル可愛い。 ありがとうございます。もうクリスマス過ぎちゃったんですけど。本当だ。まだクリスマス気分。まだまだです。豚焼きそば、豚唐揚げ定食です。ありがとうございます。いただきます。唐揚げ定食1900円、生ビール1050円。This is resort。 すごいね、小鳥さん。なんだなん。
ウーフウイヤホイヤホー最高だぜ俺の家族天然パーマー3日目アピスキー場 with 小池家ありがとうございましたバイアピ終了いやまさかいろんな人と出会えた出会いのスキー場アッピでは次は温泉だ Here we go アッピー目の前アッピー目の前ゲートラのところ、うん、さ綿帽子温泉館安曇の湯ですね小鳥さんはい行きましょうよしこでーすブスコでーすブスコですブスコブスコブスコ69% です残りということはこの3日間で約 30% 1日 10% ぐらいですねうちの使い方だとで今炊飯器を使っているので229W 一番大きい消費量どれかというとこちら炊飯器を今ねセットアップしてますんでこういうのがね余裕で使えるっていうのはめちゃくちゃ安心ただしね注意点としてはこれトレーラーだからこのぐらいの場所を取ってもまだ平気だけどこれがハイエースの中となった時相当な容積を必要とするのでかなり狭苦しくなることは否めないかなというところですねプラス30キロ弱かちゃんどう持てるよいしょいや持てん持てないよね、うん、特にこの狭い空間の中で移動させるという時にはね非常に難儀ですねでもこれここは忖度なく正確に我々が感じている情報を伝えたいと思いますやっぱり重量やべえ、今回この方で今のところですねものすごい活躍中ですさてどうして私がカップラーメンを手にしてるかというとてってれってれってまたもやハプニング発生です、はい、予定していた飲食店がクローズクローズそしてこっからこの先コンビニ一つございません、はい、というわけで、目的の今日もねスキー場の駐車場着いたのですがカップラーメンで今夜は我慢しようかなんて言ってたんですけども母ちゃんが残ってる食材で野菜炒めあ野菜炒めねあとご飯さらにご飯炊いてます、はい、こういうのを常備してるからこそだよね米も常備してるし炊飯器も常に車に乗っているので緊急時でもまあご飯ぐらいは作れますと、はい、やっぱ長く車中泊してきてよかったねうどんもあるよおい焼きうどんもできちゃうよ至れり尽くせだなつまり、うん、俺たちがバンライファーってことだよあそしたら明日のすき焼きの締めのうどん明日すき焼きなんですって私たち外食するってことがありませんね今回もね、うん、いいこと トレーラーがあるとやっぱねなかなか入れないからね飲食店にね、うん、でまあそんなわけでね食材もいつもその地のちょっといい食材でね贅沢をしてあとそもそもね産直市場がたくさんあるので本当にこの地で採れた野菜を採れるっていうのはバンライフのいいところだよね手際よく母ちゃんが夜ご飯を作ってくれますんで僕はただ黙ってビールを飲む男は多くを語るものじゃないよ今日で3日目ですね妻ねこの冬のトリップに限ってはうちの場合トレーラーがさその倉庫の部分に野菜とかね、気温も高くならないからさ、冷蔵庫なくてもストックできるっていうメリットはある。なんとセブンイレブンで買った俺の夜のおつまみが、そこそこいい感じのサラダに化けました。そして、はい、さらに、なんか野菜炒め的なのを母ちゃんが作ってくれてます。はい、野菜炒め定食です。野菜炒め定食。はい、お味噌汁もあります。結局ちゃんとした夜ご飯になりましたね。そうだね。余った食材だけで。本当だね、うん、これがトレーラーバンライフリアルバンライフは備えあれば憂いなし、よし父ちゃん食っちゃおういただきますサラダからよし食べよう
うん、うん、うん、こたりおいで。どうしたの？具合悪いの？そうは言っても疲れたから。そうね、あんなカットンでスピードをやってたもんね。おいしい。うん、お肉いらないのか、おい。疲れか？うん。